皆さんこんにちは。エースコンバットシリーズブランドプロデューサーの河野です。今日はドイツで開催されているゲームスコムに合わせ開発中のエースコンバット7の新しいプレイ映像をお届けします。今回は E3 でご紹介したホーネット、トムキャット、こちらに続いてタイフーンをご紹介します。当然ハンガーモードでじっくりと機体を見ることができます。特徴的なデルタ翼もじっくり鑑賞できます。タイフーンはマルチロール機ですが、今回は長距離空対空ミサイルを選びたいと思います。それでは出撃します。見ていただいて分かると思うんですけれども、今日のステージは E3 とは打って変わって雷雲の中の、ステージになります。さっきからとんでもない天候になってます。こちらの中で今日はドッグファイトをするというミッションになっています。機体が振動してきました。雨も強くなってきました。今回セブンではこのように上昇気流によって上に飛ばされるという機能も入っています。雲の上は綺麗な青空ですが、下はとんでもない雷雲になっている、こういう状況がセブンでは作り出せています。エースコンバットの遊び方のおさらいになります。エースコンバットは敵機を撃墜するゲームです。敵機に狙いを定めてロックオンしてミサイルを発射、撃墜する、これが基本になります。このように敵機の後ろに回り込み、ロックオン、ミサイル発射、撃墜です。やってみると意外に簡単なんです。多分初めての方にもすぐに楽しんでいただけます。では次を狙っていきます。遠くに敵がいますので、遠くの敵にはまず長距離ミサイルを使ってみたいと思います。切り替えてロックオン、長距離で狙っていきます。撃墜しました。このように戦況に合わせてミサイルと特殊兵装を切り替えていく、それが戦略上重要になってきます。雷掃除、敵を追いかけて嫌ですけど雲の中に入ります。前回ご紹介した通り、もうこの状況になるとほとんど前見えておりません。右下に敵がいますね。本腰入れて戦います。まずはもう特殊兵装でバンバン撃ち落とします。残り1機かな。あ、でも遠くにもいるか。これ後ろに敵機がいますね。敵機、後ろの敵機から始末します。後ろどこに、あいつです、ね、ロックオン距離が雲で短くなってるのか。これミサイル特殊兵装もか、あたんミサイルのあたん、誰だこれ作った。まだ当たんない。これで無事倒せました。ここのマップはインシー渓谷っていう奇岩が結構、まあ、特徴的なマップになります。この間に立体的な雲があるのがセブンですね。ちょっとこの雲の中に入ってドッグファイトという無茶をします。危ない。こうなってくるとハッドとケーキを見ながら、さらにアイシングになるともう見えないので、もうマップ制作者の意図との戦いです。倒しました。僕の勝ちです。この目の前の一機はもうカモ打ちなのでさっさと終わらせます。で、もう一機
今一瞬コックピットのケーキが光ったのを見ましたが、あそこお気に入りです。敵を倒します。倒しまして残り1機になりました。今回コックピットのね、光の加減だったりとかキラッと光るところがとてもお気に入りなので敵を倒します。ちょっとできれば皆さんにこの最後の撤去、このいい風景を見ていただきながらお亡くなりになる様を見ていただければと。あ、うまくいきましたね。Cyclops 1 is breaking off. He could have broken off any time if he was by himself. Spare squadron. ということで、今回のご紹介はそろそろ終わ。誰か出てきましたね。新たな敵がというところなんですが、まあ、この辺で今回の映像としては終わらせていただきたいと思っております。ありがとうございました。以上、エースコンバットシリーズブランドプロデューサーの河野でした。